はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、レンタルサクチャレ4人目ですね。今回は北節4キャラを入れて、やっていこうと思います。前回のね、サクチャレでやっぱりね、危険を背負わないと経験点は出ないということが分かりましたので、今回は4キャラ入れてときめきを一気に上げて経験点を叩き出していくという方向でやっていきたいと思います。北節4キャラの他は、しどれみちゃんですね。やっぱり得意練習率アップがついてて、さらに得意練習が2種類あるということで、かなり使いやすいキャラクターとなってます。であとは得意練習2種類のナッチかな、イベント的に体力回復のイベントが結構あるので、今回はナッチを連れてきてます。そんなわけでやっていきましょう。でアイテムは恒例のやる気2種類ですね。こちらを持ち込んでます。最初は例によって評価上げになりますので、ときめきが発動する前は評価を上げる。で今回はときめきが発動したらもう一気に4人上げていきます。で北節キャラを4人入れてるので、緑に持っていくことは簡単だと思います。簡単って言っても4人いるとね、結構大変か今思ったけど、とりあえず、ときめき練習を、すぐできるように4人ときめき度を緑まで持っていきます。でその後、選手キャラのね評価とかを上げつつ、でときめきメーターあるじゃないですかときめきメーターって言ったらいいのかよくわかんないけど、でそれは北節キャラを入れてると上限が伸びるので、爆弾1回とかだったら爆発しても大丈夫かなと思ってるので、今回は結構無理をしてやっていこうと思います。でちょっとときめきを見てみると、ときめきメーターがね、黄色のさらに先まであるので、どうだろうね、2回くらい爆発しても大丈夫かな。ちょっとどれくらい減るのかよくわかんないんですけど、メーターを見ながらもやっていきたいと思います。なのでまずは最初せっちゃんを彼女にしていきますか。1回じゃさすがに発動しないね。これ何これ、全然内容見てなかったけど、せっちゃんでいいや。これか、勉強教えてもらうやつ系ダメじゃん。なんか監督評価に恵まれないよね。監督評価めちゃくちゃ下がるんだけど、2回ずついけばいいよね。っていうことは一応順当にいけば2ヶ月で全員ときめき度は上がる、緑までね。でクリスマスの評価に関しては特にいいかな。最悪せっちゃんじゃなかったとしても練習でね経験点を出せば全く問題ないんで、こういうイベントでは評価上がんないのか、これきちっと評価を上げてタックもね早めに組めるようにしていきたいんで、よし付き合おう。9月の4週にして彼女が2人、ダンテリア10なんだ。プロテインは今だったら飲んでもいいんじゃないの。やる気は下がるけど、まだねときめきを上げているところなのでやる気は回復するでしょう多分。あれスカウトさんはもう出てきたんだっけ。北節4キャラ入れてるからね、自己紹介が相当早く終わりそうだから。恋爆弾告白でやる気上がれ。告白を受けてるんだぞ、やる気上がるだろう。よしでここは無理はしない。こういうところで無理はしないんで、ヨーロッパ、いやどっちだこれ、せっちゃんか。でこういう爆弾2人か。でさすがにそんな何人も爆弾を抱えてはやってらんないんで、一応2人来たら1人除去する形でやってみる。うわやっぱ早いね。でここは入らない。トイレイベントが起こったらちょっと違う選択肢にしてみようか。で今爆発させる意味もないんでちょっと爆弾除去します。3人がいいか。ちょっと4人はきつい気がしてきたな。いやでもリスクを背負わなければ強い選手はできないっていうか、なかなかこう爆弾処理に忙しくてときめき度がアップできないんだけど、みんなの評価もまだ上がってないからね。そもそも早い早い。まあ受けてみよう。精神が10下がるのか。いやもう一旦いける。ときめきあげよう。で両チームを彼女にしよう。クリスマス前に4人。ああ間違えた。普通に間違えた。もういいや。これってでもどうなの。ハッチの爆弾を除去しよう。これ間違えたらさやり直し効かないからね。本当にこれ爆弾処理で終わるな。3人だよだってこの段階で。これは放っておこう。もう回復がどうとか言ってるあれじゃないな。練習ができん。弾道だけ3にしとこう。弾道3でミートがいいあれば持っていけるかホームランに。いややっぱり4股って大変なんだな。いやよっぽどできる男じゃないと4股はできないわ。まあ、しっかり打ってこう。こういうところでね評価を稼がないとちょっと危なかったな。セカンドの守備が良かったら球が抜けてなかったからね。まあヒット1本でも打てればもう全然いいんで上々です。さて大丈夫。ちょっともう一回ときめきあげよう。両チーム緑にする。いや年内かかったね。一応緑にはなるのかな。火がついた。赤か。評価が上がってないからね。そもそも一回練習しよう。評価上げる。でこれは何がいい。トウキビって何全然わかんない。で2ターン目はさすがにちょっと怖いんでハッチか。しょうがない。ピン賞41だけしょぼいな。評価上げ評価上げ。しどれみちゃんは乗った。まあ、技術結構使うから両チームを上げていきますか。で距離を伸ばして。じゃあ誰が来る。評価10上がったけどハッチか。これは野球が上手くなりたい。20。あっ B 賞。精神くんないんだよねハッチって。よしよしよしときめき練習ほい。後半の爆発にやっぱりねかけるんでこの高校は。よし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 ときめき度が上がって爆弾が来てこれは務まらない。せっちゃん優先でこの状態だったらまだ全然大丈夫でコツがくれば評価も上がるんで意外性、まあ、しょぼいけどパフェは今回は追いかけよう。体力が減ってるから。でナッチの評価も上がって爆弾に火がついて1ターン目はしのぐ。ここは2人評価が上げられるし監督評価も上がるんでちょっと行こう。ってた。謎の練習。監督評価は上がって、チームメイト評価も上がったね。これじゃ受けない。赤2ターン目はさすがに処理しましょう。両チームはちょっとな、一回しくじってるからな、やっぱりときめきが少ないね。さて、肝心のときめき練習が発動してくれないとちょっと4人入れた意味がないんで、早めに評価も上げたかったけど結構かかんね。爆弾処理にやっぱり時間がかかったね。で、今度はチカちゃんバレンタインはチカちゃん、もう評価がめちゃくちゃあれだな。これはナッチでいこう。これでもうだいぶ乗ったかな。こっからよ、こっから。そう、合同練習が始まるくらいから体勢が整うからね。で、少し走力があるんで、まあ、1回能力を揃えていきますか。ちゃんとね、さばいていかないと。経験点は、あ、補給骨いつもらったっけ、全然覚えてない。あとはもう本当にときめきブーストを中心に。監督許可結構上がりがいいから、爆弾爆発したとしてもまあまあ大丈夫かな。せっちゃんが風邪をひいてしまった。で、これはガチで何にもない。で、評価も乗ってるから、ここはまあせっちゃんとデートをしておきますか。彼女が1人足りない、なぜだ。これはやる気が下がったからの、一応ちょっと見てきてれば、そうだね、来てればやりたいよね。体力はあるからアロマグッズで2段階上げて、ここでときめき練習が発生。どっちがいい？どっちも同じくらいだな。コツがあるからちょっとエプレミちゃんでいきますか。エプレミちゃんじゃない、シドレミちゃん。エプロンはつけてない。一応4人入れてるとね、それなりにコンボも発動するんで、経験点はそこそこ稼げる。せっちゃん火がついて、これはどうだ。せっちゃんが絡んでくれなくて、絡んでるとか絡んでないって関係ないのかな火がついてればとりあえず経験点って伸びんの。ちょっとナッチはローボールヒッターと意外性潰しておこう。意外性って4になってるし、潰せるやつは潰そう。プレッシャーラン、ホームシシとか、インコースはアウトコースと勝ち合うんだけど、まあいっか。適当に多分潰しきれてないのがあるけど。さて、ここは粘れるだけちょっと粘ろう。もしときめき練習が来てるのであれば強行する。うわー下がった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 、めちゃくちゃ下がったな。せっちゃん評価も下がって、監督も下がって、チームメイト評価も下がる。あ、きついね。ナッチとかまだ乗ってるし、うん、乗ってはいるね、乗ってはいるね。せっちゃんの評価があれだな。ここはちょっと1回で、1回もう爆発しちゃったんで、あんまり無理はできないね。1回の爆発だったらまあ経験点だけっていう考えだったらリカバリー効くけど、こっからもう1回はちょっとな。これどうしよっかな。失敗したら嫌だな。いかない。評価上がるんだ。飲む。2回目以降は全然飲んで OK でないけど、せっちゃん評価低いな。デートしておくか。経験点満点でくれなそう。まあ、少しね、あ、ときめき度を見るのを忘れていた。どれくらい下がったんだろう、メーター的に。うん、ハッチと両チーム、まあ、もう1回爆発してもアンパンとせっちゃんは大丈夫そうだね。まあ、あとなんかちょいちょい伸びてくれればいいんだけど、なんかそれなりの経験ってもらえないな。まあ、デートするのとあれあんま変わんないんじゃないの。練習しよう。まあ、ラブパワーだからか。そしてやる気が下がってしまったので、もう直すやる気を上げる手立てはないで、ちょっと一ターンでいきなり爆発されても困るからな。ハイボールヒッター勝ち合うなやっぱり。うわでこれ何がいいんだ。全員どうこれ、全員上がってくれ。よし、全員少し上がってる。オッケーオッケーオッケー。一応持って持って、一応ね。でやっぱりやる気はマックスにしとかないと、ときめき練習が来た時に練習ができないから、まずやる気だね。この高校はやる気をマックスにするのが最優先で、まだいける。これは全然いける。少しさばきますか。 C くらいいけるかな。技術が相変わらず足りねえな。まあ、こんなもんか。で肩でいいでしょう。せっちゃんもいるし、評価上がらない。でなんだかんだでもう5月、恋爆弾飲む。さあ来ない。でもまあ2人はやる。せっちゃんの評価でもまあなんだかんだで戻りつつあるな。じゃあデートしよう。まあもちろんね、他のキャラクターはデートは大して美味しくないんで、まあ、やる必要はないと。でここは強くやって強く生きよう。よしどう。まあまあまあ、なんかすげえでかいのが来ないね。こう小銭を稼ぐ感じどうですか。一応それなり。あ待って待って待って、ミートじゃなくて敏捷だ。赤爆弾にはなってないからね。でもやっぱりしどれみちゃんはいいね、得意練習がよく来る気がする。やっぱり序盤のちょっとね爆弾処理が結構手間取ったよね。稼いでくれるね。人がそれなりにいっぱいいるから経験点も稼げんな。筋力はまあこれだけあれば十分でしょう。よし、せっちゃんの評価も上がってくれるし。でラブパワー、ラブパワーはマジでモロハの剣。どうしよう、やめとこう。10くらいだったら大丈夫で、うわこういう時に来てくんないんだよね。こういう時にマジで来てほしいんだけど、これでも100以上稼げるのか。やろう。1回は練習する。で次来たら練習する。来なかったら爆弾を処理する。うわ爆発した2回目だ。でちょっとときめきでも見よう。あハッチがあれか、ハッチが乗らなくなったか。まあ、まずはちょっと遊んで2段階ずつ上げていこう。これで2ターン取られんのか。さらに爆弾単独の赤はな、いやー厳しいな。どうしよう。で今ラブパワーでしょ。どうせまた1段階下がるんだよね、やる気が。これやる気上がってくれ。もうとにかくイベントでやる気が上がってほしい。上がらない、まあ、上がる要素がないからね。やる気はね下がるっていうのがやっぱきついよね。ラブパワー上がれ。よし、とりあえず上がった。よし、さらに練習は発動してる。まあ、ちょっとだけどやる。ハイボールヒッター。ここはちょっと練習を優先させて、でもちろん代打、もうこれね、代打がもうデフォ、この高校は。いや、そんなことないんだけど、このやり方だともう代打がデフォになるからね。上限アップ。いや、でかいのが来てないからね、やっぱり処理に追われるね。まあ当たり前なんだけど、そんなことは分かりきってたことなんだけど、やっぱりこの爆弾爆発のリスクがでかすぎる。1回だね、これ2回爆発するともうちょっと立て直しが効かない。1回爆発するくらいだったら、要はまだアイテムが残ってれば全然やる気を元に戻せるんで、やる気を元に戻すのがやっぱりきつい。一番下までやる気が落ちるんで。でそれをアイテム使って戻せる状態だったら、まあ、爆弾爆発してもリカバリーが効くかなって思った。これはまた来たか、何なんだこいつら。さて、何もない。しかももうそもそもさ、評価が乗ってないし。せっちゃん、とにかくせっちゃん。経験点が悪くないから、ただそれだけ。一応、あ、せっちゃんがいるからか。エピローグ経験点は、まあ、本当におまけくれればいいやみたいな、ちょっとでも。じゃあ肩と守備を D にしておこう。なんとなく特能を全然取ってないな。少しさばいていく。まあ、さばくほどのあれでもないからね。大盤狂わせ昇級、まあいいか、もうこれで。あ、キャンセルしちったよ。肩上げて、守備上げて、呼吸上げて、もうめんどくさいからいいや。この能力だったら全然打てるでしょう。で今4人目を作ってるから、残り2人。ちょっと北節4キャラをもう1回やりたいな。もうちょっと爆弾管理を、やっぱりね、最初に4人挙げたのは間違いだった。てか負ける。ここで俺が打たなきゃ危ねえ。最初はやっぱり2人で進めていくのがいいかな。でここでまたあれでしょ、爆弾抱えたまま甲子園行くと評価が下がるんで、これは2人を止めよう。両方上がるか。よし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 。やる気が下がるのかい。それは聞いてなかった。うおー、やる気がない。最後の最後にやる気が起こってしまったかな。ここせっちゃん絡んでるから、ときめき練習が発生したんだけど、せっちゃんの評価上げとこう。一応両チームちょっと上がる。いざ満開の時、これ俺のやる気も上がる。上がるね。あ、もうあれや、総力上げたから評価が下がった。せっちゃんもういいよ、この2人は。せっちゃんはエピローグ経験点をマックスに乗せたい、この甲子園の間に。他の人たちになっても全然くれなそう。そもそもさ、本来の告白の評価より下がってるからね。告白してくれない評価まで怒ってるから、まあ、もうなんかその両チームの選択肢をしくった段階でもう流れが悪かったからね。ただちょっと北雪4人デッキはもう1回だけやりたい。今回学んだ、もっと女の子をうまく扱える、手のひらの上で踊らせることができる、そう確信した。今回のサクセスはそういうサクセス。負ける、またこれを持ってきたい。ホームランに攻めて投げました。アウトコース低めボール。第3球、よし、最後勝った。回ってこなかったけど勝った。でせっちゃんはとりあえず乗ったか。アンパン乗せられるかな。じゃあ2回練習して上がりが10あるからね、それがでかいよね。まあ、せめてアンパン乗せたいな。じゃあ一応使い切る感じでやろうとすると、あとはまあ総力ブーストでいいや。総力ブーストって意味あんの？もう毎回言ってるけどさ、上限突破した段階で特殊能力のなんか総力が上がるみたいなやつって意味あるのかよくわからない。能力だけは一級品。いや打撃ね、打撃系ね。守備はしょぼいから。レフトで違った、センターだ。この能力でセンターなんだ。確かに北雪は他のキャラが別に強いって感じはしないからね。所詮は一般のモブだから。てかハッチとかってどこ守ってるんだ、ポジションが分からん。アンパンはキャッチャーっていうのは分かるんだけど、アンパンいる？アンパンいた。よし、あげよう、アンパンの評価を。ハッチってことはもうマックスになったね。これ2人マックスでもらえる。で他の2人っていうかさ、そもそもそうだよ、両チーム振ったんだよ俺。かわいそうなことをしてしまった。これがその報いだ。両チームを振ってしまった。そこが全ての始まりだったな。終わりの始まり。それを今回受け入れよう。それを今回受け入れて次に生かす。西谷、俺はお前を見習うよ。俺に4股をすることはできなかった。だから今回西谷、お前から学んで次回へつなげる。またこの追うペースか。最悪ね、決勝まで来れればいいんだけど。第2球投げました。アウトロー際どい球ボール。第3球を投げた。打ったから強烈、いった。さあ今回は期待できないね。今回は期待できない。いやすげえでかいのも来てないし。そう思うと何気に得意練習率アップのデッキは割とハマったね。あれは無理がハマったからね、そもそも。これ100でしょ全部はね。ハッチとかいくつくれんのこれ。いやそれなりにくれる。評価の割にはそれなりにくれる。3段階なのかな。両チンくれなかった。いや彼女にしてないからそりゃそうなんだけど。まあそうだよね、そう、そんなもんですよ。はい、という感じでちょっとね、爆弾はやっぱり爆発は1回までだね。1回まで。2回爆発するともう相当無理がたたるんで、ちょっとまたもう1回同じ編成でやりたいと思います。で、次回は、まずは2人ときめき乗っけて、後半の方で、また3人4人って増やしていって経験点を後半で稼ぐというような感じ。今回はもうマジで爆弾処理に追われすぎたんで、ちょっとそこが経験点の伸びなかった要因になると思います。やっぱりやる気が下がっちゃうっていうところだね。やる気をいかに維持するかというのがこの高校ではかなり大切だと思いますので、今回は反省を生かす。で、今回反省を生かしてちゃんと4人彼女にする。でもそれがいいのかって言われたらまたあれだけど、ちゃんとね4人手玉に取ってみせましょう、次回は。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。